はい、どうも、うずです。ゲームでナイト。今週は結構ネタ的には多いんですよね。いろんな発表があったので。まあその中でも、ちょっとプレイステーションの話はね、このゲームでナイトが始まるちょっと前にやってしまったので、単独動画で。まあ予約方法という形でね。なのでプレイステーション5はちょっと置いといて、まあ今回お話ししたいメインのところは、任天堂スイッチのゲームタイトル。任天堂ダイレクトで発表が先日ありましたけれども、魅力的なゲームがかなり今回ね、ありましたよね。一つは、もう大人気ゲーム、モンスターハンターの新作。この、ちょっとね、新作の話する前に一つ加えたいんですけど、私、モンスターハンターを PS4 で発売された時に、最初ちょっとやってたんですよ。で、途中でちょっとやる時間がなくなっちゃって、ついていけなくなってやめちゃったんですけど、Facebook のモンスターハンターグループみたいなね、集会所みたいなページをその時立ち上げたものがあって、それがなんと今、管理者の私は全くモンスターハンターやってないのに、1300人を超えるコミュニティになってしまってて、ちょっと若干管理してる私が引いてます。まあ、ただそのモンスターハンターのね、Facebook グループページに私が直接関わることはほとんどないんですけども、やってないから。なんですが、すごくね、喧嘩が勃発するの。これね、ネットあるあるなんですけど、コミュニティ作ると、もうグループ同士でね、すごい喧嘩し合うんですよね。それで、その処理をするぐらいだけ今やってます。やってる意味あんのかな、私。すごくね、最近それを感じて。まあまあ、そういう話があって。まあ、モンスターハンターのスイッチの新作、ライズ。これがまたね、すごいなんか空中アクションみたいなものがさらにちょっと加わっていて、まあ今までもありましたけれども、なんかロープアクションみたいなね、なんだろう、悪魔城ドラキュラ的なアクションが加わって、なんかすごいまた面白そうですし、あとは今回スイッチのゲームですから、携帯で遊べるっていうね、モンスターハンターセカンド G でしたっけ？めちゃくちゃヒットしたやつ。PSP のやつ。あれを思い出させるようなヒットをしそうですから、ちょっとね、これは私、来年3月26日で、また3月か。3月26日に発売予定ですので、ちょっとやりたいかなと思ってます、今。携帯ゲームはね、結構プレイできるんですよ、私。はい、というのがまず一つ。で、もう一つ、今回発表されたタイトルでちょっといいなと思ったのが、こちらですね、ハードコアメカ。ちょっとね、後ろの画面で申し訳ないんですけども、これは結構ね、面白そうだなと思って、私もともとこう 2D ドット系のね、ゲーム好きなんですけれども、ちょっとロボットとね、人がこう、うまくこうバランス取りながら戦っていくような横スクロールのアクションゲームみたいなんですけど、これも結構面白そうかなと思って、ちょっとダウンロードしちゃいそうだね、またね。最近スイッチのゲームがすごい多くなってきちゃった。ダウンロードばっかりしちゃって。はい。ということで、任天堂ダイレクトからはこの2つが私は気になりました。もちろん、オリとかね、パソコンで大ヒットしてたグラフィックの美しいゲームなんですけども、それがスイッチに登場するっていうのも発表ありましたし、あとそれ以外にもゲームの様々ね、新作ありましたが、はい。皆様はどんなゲームが面白く感じられましたでしょうか。まあ、任天堂ダイレクト見てない方はね、ちょっとスイッチとか、まあ、サイトで見てみてください。かなり、いい発表でございました、今回。はい。で、先週遊んでたメタルマックスなどのゲームはちょっと終えてしまったので、今週ちょっと新しく、こちらですね、またスイッチです。ファミスタ2020。これをパッケージ版でちょっと用意してみました。まあ私その野球全然詳しくないんですけど、まあ、ファミスタって小学校の頃ね、遊んだ記憶があるんですけど、だいぶ古いね。小学校の時やって、すごい楽しかったので、友達と遊ぶのが。なので、こういうのもちょっといいんかなと思って、今プレイし始めたところなんですけども、なんかペナントレースをね、単純に遊ぶのも面白いと思うんですが、私みたいにね、野球あまり詳しくない人は、ソロで遊べる RPG モードみたいなものを今回ね、用意されてるんですよ。で、それをやっていて、すごく今楽しくて遊んでるんですが、ちょっと、前半ね、最初の試合でだいぶ引っかかりまして、5回やって、勝てました。すごい下手くそなんで。なんですけど、まあ、進めたりするとすごい楽しいですね。なんかグローブとかバットで選手を強化していったり、新しい仲間を見つけたり、でそれがナムコのキャラクターなので、馴染みのあるね、マッピーだったり源平島までの主人公だったり、本当にさまざまなキャラクター、特徴を持ったものが出てきてくれて、魔球みたいなものもあるので、はい、なんかすごい久しぶりにね、おバカゲーじゃないんですけど、完成度の高い、みんなで楽しめる野球ゲームが戻ってきたっていう感じですね。はい。ファミスタ2020に関してはもうちょっとね、遊んでから、もう娘たちともできれば対戦とかね、やりたいんですけど、感想言いたかなと思います。まあ、初感としてはすごく、やっぱり、完成度の高い、さっき言いましたけど、完成度の高い、いいゲームだと思います。メタルマックスとはちょっと、真逆ですね。メタルマックスね、ちょっと、ディレクターの方もね、YouTube でいろいろ言ってましたけど、まあ、どうなんだかなっていう。はい、といったところでしょうか。はい、で、今週のコメント読み上げコーナー行ってみます。グレネードグレネードさん、レッドデッドやってください。
レッドデッドリデンプションですよね。あの西部劇のなんかすごいボリュームのでかいやつ。これね、ワンは遊んだことあるんですけど、ちょっとボリュームがでかすぎて遊びきれないかなと、今のちょっと私のゲームプレイの数だと。なのでレッドデッドリデンプション2はすごく興味あるんですけど、ちょっと今のところ我慢しておきます。まあやるかわかんないんですけどね。まあはい、ちょっと今のところは絶対にやんないとは言わないです。Q3 マルクさん、ウズさん、赤似合いませんということで、先週の動画は赤い服着てやってたんですけど、私結構ね真っ赤な服を持ってるんですよ。まあいい年してね、その真っ赤な服で外歩いてもどうかなってちょっと思うところもあるんですけど、まあありがとうございます。はい、でいつもコメントありがとうございます。ゼハトさん、イース8の2周目からはダンジョン追加されます。ただしイース9は2周目以降追加ダンジョンないですねということで、すごくイース8楽しませてもらったんですけども、そうなんですね、イース8は2周目以降の追加ダンジョンないんだ。結構こういうゲームありますよね。なんか前作は裏ダンジョンみたいなね、追加ダンジョンがあってそれを楽しませるのに、なぜか新作ではそのクリア後の要素をね減らしちゃうっていうゲーム、シリーズものがあるんですけど、これなんででしょうね。なんか定番でやってほしいですよね。前作やった人はそこに期待するわけですからね。はい、ということで今週のゲームでナイトはこのぐらいで終わりにしたいと思います。まあでも本当にプレイステーション5がね、価格も決まってすごく抽選販売とはいえ、年末が楽しみになりますね。まあ、できることなら欲しい人に早く、本体供給できるような体制がね整うといいと思うんですけども、あただあのお店に行ってね、今日お話とかいろいろ聞いてきたんですけど、ほとんどプレイステーション4ですら今全然お店に入ってこないそうで、だからソニーとしてはもう PS5 に注力してる中での、今回ね抽選販売になりますので、はい、ちょっとソニーさん頑張っていただきたいなということで、応援しましょう。転売いなくなれってね転売いなくなれっていう最後にちょっとコメント残して、ではまた来週バイバイ。まあでもこれから年末に向けてね、いろいろゲームソフトまだまだ出てきますが、今年もねいろいろと面白いゲームたくさんありましたよね。ちょっと私ね、いつものように12月になると思うんですが、今年度遊んだゲームベスト10かの下半期バージョンっていうのも用意したいと思いますので、後々そのあたりもちょっと興味ある方お楽しみにしておいていただければと思います。ちょっとまとめるの大変そうだけどね、今年すごいゲーム多く遊んじゃったんでまとまるかな